皆さんどうもポケモーニングポケモン情報局のひろとです。本日はこちら海竜を使ったデッキを皆さんにご紹介していきたいと思います。私海竜プラスマタドガスを使ったデッキだったり、海竜プラスガルーラだけを使ったデッキだったり、いろいろ試したんですけれども、このスリーパーとガルーラを入れた、この構築が一番強かったので、皆さんにこのスリーパープラスガルーラプラス海竜が入ったデッキの強さをお見せできたらなと思います。それでは早速バトルやっていきましょう。それでは早速バトルスタートです。一番最初はガルーラを手札に引いておきたいですね。ガルーラとミニリュウですね。この2枚を手札に引いておきたいです。先行、こちらの手札は博士の研究モンスターボールスピーダースリーパーガルーラということで、ガルーラをバトル場に出していきます。一番最初はガルーラをバトル場に出して戦っていきたいので、ガルーラが初手に来てくれたのは、かなりありがたいですね。海竜が手札に加わってくれました。モンスターボール使っていきます。ここで、ミニ竜が来てくれましたね。ミニ竜をベンチに出して、さらに博士の研究でスリープが手札に来てくれたら嬉しいんですけど、どうでしょうか。白竜と海竜が手に入ったということで、スリープは来てくれなかったんですけれども、ミニ竜を海竜までストレートで進化できるという感じなので、そんなに悪くない手札かなと思います。相手はニドランメスにエネルギーをつけて、そのまま仲間を呼ぶを使ってくるという感じですかね。ニャースをベンチに出して仲間を呼ぶで、ニドランオスがベンチに出てきます。さあカードをドローしてスリープも手に入りました。スリープをベンチに出して、ミニ竜を白竜に進化させます。ここ白竜にエネルギーつけてもいいと思うんですけど、ガルーラにエネルギーつけて相手に圧かけていきましょうか。さあガルーラのピヨピヨパンチ、コインは裏表30ダメージですね。ニドランメスに30ダメージが入ります。相手ニドランをニドクイーンに、ニドランメスをニドクイーンに、ニドランオスをニドキングにして戦っていくデッキだと思いますので、ガルーラで圧をかけながら、それの、ニドランニドクイーンとニドキングのニドクイーンとニドキングを出すのを邪魔していきたいですね。相手傷薬で、回復してきました。ニドランメスもニドリーナになりましたね。スピーダー使ってニドリーナが逃げていきます。おそらくニャースが出てくるんじゃないかなと思いますね。はい、ニャースが出てきました。ニャースにエネルギーを一つつけて猫に小判使ってきます。猫に小判10ダメージ、白竜を引きました。スリープをスリーパーに進化させて、白竜を海竜に進化させます。さあ、こちらのコンボは全て整いましたね。スリーパー眠りの振り子で、コインが表なら相手のポケモンを眠らせます。はい、相手のポケモンすやすやですね。一旦に何回コイン使うんだっていう感じですけど、ガルーラのピヨピヨパンチも、コイン2回投げて表の数だけ30ダメージです。コイン表手継ぎですね。さあ相手のニャースを倒すことができました。これはかなりラッキー。スリーパーで眠らせてたので、ここは別に表じゃなくてもよかったんですけれども、表2枚出てくれるんだったら、それより、表2枚出てくれるんだったらかなりありがたいですね。さあこちら1ポイント手に入りました。相手、ニドリーナがニドクイーンに進化してきましたね。ニドクイーンは、自分のベンチにニドキングがいると50ダメージ追加という強力な技を打ってきます。海竜にエネルギーを一つつけて、ここスリープ出すかすごい迷いますね。すごい迷うんですけど、手札にスリーパーが来た後でもいいような気もしますが、出してでいいですね。出しておきましょう。さあもう一回スリーパーの眠りの振り子でコイントスをしていきます。表なら相手が眠りますが、ここは裏ということで失敗です。ピヨピヨパンチ使っていきます。ここも表で出してほしいですね。表裏、
30ダメージが2ドラオンスに入ります。相手2ドラオスが2ドリーノに進化しているので、このターン2ドキング出される可能性はありますね。2ドキング出してくる可能性はあるかなという感じです。2ドクイーンにエネルギーをつけて、どうですかね。そのまま番が終わりました。相手スピーダー持っていなかったという感じでしょうか。海竜にエネルギーをつけて、もう1回スリーパーを使っていきます。スリーパー眠りの振り子で相手のニドランオスは眠りました。さらにガルーラのピヨピヨパンチコイン表ということでニドランオスは倒せましたね。ニドランオスは無事に倒せてまた1ポイントゲットです。まあ、これ見てもらったら分かる通り今までの海竜デッキって海竜だけが戦ってたんですけどガルーラとスリーパーである程度戦えるんですよ。この2つのこの2体のポケモンだけである程度ポイントを稼いでくれるので海竜の流星群1回目で、1ポイント取って勝つみたいな展開も結構多いです。ガルーラとスリーパーだけでね結構相手のデッキぐちゃぐちゃにできることが多いので海竜だけに頼ってないっていうのもこの構築のいいところですね。さあそんなことを話していたらニドクイーンがバトル場に出てきて夏目を使われました。まあ、ここは、スリープを犠牲にしますか。スリープを前に出します。ニドクイーンのラブラブアタックでスリープがやられてしまいますが、こちら海竜の準備が整ってますので海竜をバトル場に出して勝ちかな。勝ち確ですね。はい、これ勝ち確ですね。はい、流星群で相手を絶対倒せたので、これは勝ちです。海竜デッキでありながら海竜だけに頼らず戦っていくっていうのもお見せできたので結構一戦目は良かったんじゃないかなと思います。さあこちら先行スタートで手札にミニユー手札は博士の研究、海竜、スリープ、ミニ竜、ミニ竜ということで、相手は電気タイプのデッキか。まあ、ミニ竜2枚手札に来ているので、ミニ竜1体をバトル場に出して進めていきます。もう1枚のミニ竜はベンチに、スリープもベンチに置いてバトルスタートです。さあ、相手はサンダー EX が出てきましたね。サンダー EX とピカチュウ EX が入ったデッキかなと思います。スピーダーが引けました。博士の研究を使ってカードを2枚引いていきます。さあスイーパー引けましたね。他に使えるカードはないので盤を終了させます。ミニ竜2枚最初に引いた時は、ガルーラがいないって ガルーラがいなくてミニ竜2枚が手札に入った時は、ミニ竜をバトル場に出して、このミニ竜を壁役のポケモンとすることが多いですね。さあ相手、ピカチュウ EX、サンダー EX をさらに出してきました。サンダー EX にエネルギーをつけてつつくしてきますかね。あ、レッドカード使われましたね。まあ、スリーパーは いたんですけど、白竜がいなかったので、まあ、ちょっとありがたいですね。さあ相手ピカチュウ EX にエネルギーをつけて番終了です。モンスターボール使っていきます。これでガルーラが手に入るん、あ、手に入りませんか。スリープをスリーパーに進化させて後ろにいるミニ竜を白竜に進化させます。スリーパーの眠りの振り子でサンダー EX を眠らせることができたらありがたいんですけどここは裏ということで残念ながら眠らせることができませんでした。でここスリープ出すかどうかなんですけどここスリープ出しておいた方がいいですね。スリープ出しておきましょう。白竜にエネルギーをつけます。まあ、次のターンスピーダー使ってサンダー EX が逃げた時にピカチュウが攻撃してくるんですよね。そうなった時に、もしね種ポケモンもう1体出されたらミニ竜やられてしまいますので、まあ、その後に出すポケモンですね。ミニ竜を倒された後に出すポケモンが、白竜とスリーパーだけだとちょっとね、この後の展開きついかなと思ったのでここはスリープをベンチに出しておきました。本当はねガルーラ出したかったところなんですけれども次のターンね
ミリュウやられちゃう可能性があったかなと思ったので、スリープをベンチに出したという感じです。相手スピーダーを使って、サンダー EX が逃げてピカチュウ EX がバトル場に出てきました。ここベンチに種ポケモンが出てこないとありがたいんですけれども、わあ、ここは榊を使ってぴったり70ダメージ、ミニリュウがやられてしまいます。そうですね、こういう展開になった時にスリープ出しておかないと、展開的にきつかったので、さっきはスリープをベンチに出しておいたという感じです。スピーダーを引きましたね。白龍にエネルギーをつけてスリーパーの眠りの振り子を使っていきます。さあ、ここはコインを表でピカチュウを眠らせることができました。ちょっと展開も手札もきついんですけど、スリーパーでうまく遅延できたら、うわー、結構勝つことができたかなと思うんですけど、ここは残念ながらピカチュウ起きてしまいましたね。さあ、スリープの HP が70なので、相手ベンチに種ポケモンを出して、ベンチに種ポケモンが出なかったら、マジか、種ポケモンが出なかったら勝ちに近づけたんですけど、夏目を使われましたね。夏目使われたのでスリーパーをバトル場に出していきます。エレキサークル60ダメージ。さあ、海竜引きたい。海竜引けましたね。海竜を、白竜を、海竜を出して、海竜にエネルギーをつけます。スピーダーが2枚あるのでスピーダー2枚使ってバトル場に出てるスリーパーをスリープと入れ替えていきます。さあ、もう一度眠りの振り子で、ピカチュウ EX の邪魔をしていきましょう。さあ、コインは残念ながら裏盤を終了させます。さあ、こちら1ポイントも取っていなくて、しかも相手のポケモンにダメージが1ダメージも入っていないというところで、まあ、かなりきつい展開ですね。傷薬手に入りました。海竜 EX にエネルギーをつけて、スリーパーの眠りの振り子をですね、はい、使っていきます。コインは裏、相手のピカチュウは眠らず盤を終了させます。ここで、バトル場にいるスリープがやられちゃうかなと思いますね。まあ、結構、パッと見というか、まあ、結構ね、きつそうに見えるんですけれども、ここから十分勝つことができるので、まあ、まだ見ていってください。さあ、ベンチにサンダーが出てきました。ピカチュウ EX エレキサークルで、バトル場のスリープがやられてしまいましたね。ここで海竜をバトル場に出していきます。ガルーラも来てくれました。ガルーラをベンチに出しておいて、ここはガルーラにエネルギーをつけます。これは夏目対策ですね。一応ガルーラにエネルギーをつけて眠りの振り子を使っていきます。コインここ表出てほしい。裏、残念。さあ、流星群も打っていきます。ピカチュウ EX とサンダー EX に100ダメージずつ入りました。まあ、ここ海竜 EX を一発で倒す手段が、海竜よく EX と間違えるんですよね。ちょっと強すぎて。サンダー EX がバトル場に出てきますね。まあ、サンダー EX で表って4回連続で表出されない限りは、勝ちですかね。2分の1、4分の1、8分の1、16分の1で負けなんですけど、わお、これで表3回になりましたね。25% でこのターンに海竜がやられてしまいますね。裏出てほしい。裏、1回目裏でかい。裏裏、表表ということで、確率通りの100ダメージが入りました。さあ、残り HP50 で結構しんどいんですけど、まあ、ここは海竜に傷薬を使ってガルーラにエネルギーをつけておきます。スリーパーに眠りの振り子を使ってサンダー EX を眠らせたいですね。サンダー EX 眠りました。さあ、これ、
まあほとんど大丈夫な倒せるんじゃないかなと思います。はい、5ポイント取りましたねやったー。はい、こんな感じで、勝つことができます。それでは次のバトルやっていきます。こちら先行ということでミニ竜を、すいません、最初の手札は傷薬ミニ竜、傷薬博士の研究回遊ですね、まずはミニ竜をバトル場に出して準備完了です。相手カモネギ、カモネギということで、水タイプのデッキなんですけど、カモネギが一番最初にバトル場に出てきましたね。博士の研究使っていきます。博士の研究でカードを2枚引いて海竜と白竜が手に入りました。他のポケモンが手に入ってないのは結構まずいですね。何もすることがないのでこれで番を終わります。さあお相手、カモネギ2枚が出てる状態でモンスターボール、これで、他のポケモンをさらに手札に持ってきましたね。フリーザ EX が出てきそうですね。フリーザ EX やっぱり出てきました。カモネギにエネルギーをつけて、ミニ竜が殴られます。ガルーラ引きたいですが、博士の研究引くことができましたね。博士の研究使っていきます。モンスターボール白竜ということで、モンスターボールを使っていきます。ミニ竜が手に入りました。あ、これは結構珍しいパターンですね。ミニ竜を、ベンチに出して、バトル場のミニ竜を白竜に進化させます。それでこの一番最初にバトル場に出ているこの白竜は、壁役として今回は使っていく展開かなと思ってますので、後ろのミニ竜にエネルギーをつけて、番を終わります。なかなか、ミニ竜、白竜、海竜を壁役として使うことはないんですけれども、まあ、今回はね、手札にミニ竜2枚、白竜2枚、海竜2枚来たので、白竜を、そのまま壁役として今は使っているという感じですね。カモネギのネギで叩く40ダメージ入りました。さあガルーラも来てくれました。ガルーラをベンチに出してミニ竜を白竜に進化させます。さらにバトル場にいる白竜は海竜に進化させます。 HP80 なので結構壁役としても優秀ですね。ベンチにいる白竜にエネルギーをつけて、番を終わらせていっていいですね。番を終わらせていきます。さあ手札にスリープがいるのでスリーパーを引きたいところなんですけれども、残りデッキ7枚ということで、結構来てくれそうな感じもしますが、来てくれなかったですね。さあ白竜を海竜に進化させて、海竜に水エネルギーをつけていきます。このまま、番終了ですね。ここ海竜に傷薬使いたくなっちゃう人もいるかなと思うんですけれども、まあ、カモネギがスピーダーで逃げて後ろのフリーザーが吹雪打ってきたら傷薬の意味なくなるんで、まあ、ここは、バトル場にいる海竜に傷薬は使わないでいいかなと思います。さあ相手スピーダーでカモネギが逃げますね。まあ、おそらくフリーザー EX が出てくるんじゃないかなと思います。フリーザー EX 出てきました。さあ相手のフリーザー EX の吹雪でバトル場にいる海竜がやられてしまいますね。さあ、まあ先ほど言ったような展開になりましたね。傷薬使ってなくてよかった、使わなくてやっぱり良かったと思います。海竜の準備ができてますので、後ろの海竜をバトル場に出して、スリープを引きたかったんですけどまた引けずというところで、海竜にエネルギーをつけます。もうあとは海竜で殴っていくだけですね。流星群で、正面にいる海竜に、正面にいるフリーザーに100ダメージ、後ろのカモネギ2体に50ダメージずつ入りました。まあ勝ち確なんじゃないかなと思います。傷薬でフリーザー EX 回復してきましたね。あ、まだ勝ち確じゃないか。フリーザー EX に200入るとか、まあ、カモネギ1体200入るとかいう展開で負けのパターンはあるんですけど、まあ、傷薬手札ね2枚残しておいたので、まあ、これは勝ちだったと思います。
まあ、しかもまだあと1ポイント残っているので、まだねガルーラも殴れたというところでね、結構こっちには余裕がありましたね。相手降参で、バトル終了です。それでは最後に、デッキ構築だったりカードの紹介をやっていきたいと思います。まずスリープとスリーパーですね。こちら特製眠りの振り子の効果で、自分の番に1回コインを1回投げて表なら相手のバトルポケモンを眠らせます。眠りっていう状態以上は相手逃げることもできなくて、技も打つことができないという状態にできるので、まあ、かなり強い状態以上ですね。まあ、確率で言うと、まあ、4回に1回よりちょっと多いぐらいの確率で相手次のターン技打てなかったり逃げるができなかったりするので、かなり強力なカードかなと思います。しかもこのデッキ結構長期戦になることが多いので、その長期戦向けの長期戦に向いてるカードでもあって、このデッキに入れるとかなり強いなと感じましたね。ぜひね、海流デッキ作ってる方入れてみてください。次にミニ流、白流、海流ですね。まあ、これはこのデッキの軸ですし、まあ、皆さん強さはもうご存知だと思います。相手のポケモンがランダムに4回選ばれ、選ばれたポケモン全員に選ばれた回数 ×50 ダメージということで、200ダメージが、バラバラに振り分けられてダメージを与えるという効果ですね。エネルギー4つ使うので、まあ、海流にエネルギー4つ揃えるまでどうやって遅延していくかっていうのがこのデッキの鍵になります。それと海流デッキを使うコツなんですけれども、海流の HP を減らさないというのが大事ですね。ミニ流の時点から、ミニ流にはダメージを与えずに、海流がダメージを受けてない状態でバトル場に出すことができたら、まあ、結構な確率で勝つことができますので、そこ意識してもらえたら、さらに勝率が上がるんじゃないかなと思います。次にガルーラですね。 HP100 でありながら、エネルギー1つでピヨピヨパンチを打つことができます。このピヨピヨパンチはコインを2回投げて表の数 ×30 ダメージということで、平均のダメージは30ということで、まあ、HP100 のポケモンが平均30のダメージを出せるのはかなり強いですね。また高校1ターン目からコイン表って出すことができたら、そのまま60ダメージ出してですね、まあ、相手のデッキをもうぐちゃぐちゃにすることができます。ミューズ EX デッキだったら、例えばラルトスを最初に倒せたりとか、スターミフリーザーデッキだったら、最初に出てきたヒトデマンをそのまま60ダメージで倒して勝つという展開もたまにあったりして、まあ、このデッキの、壁役になってくれているポケモンですね。 HP100 っていうのも優秀で、ピカチュウ EX の攻撃、耐えることができますので、まあ、このデッキにぜひとも入れたいカードですね。逃げ値が3なのがちょっとうんっていう感じなんですけど、それ以外は完璧なカードです。続いて傷薬ですね。傷薬、こちら海流 EX じゃねえか、海流すぐ EX 言いたくなりますねすいません。こちら傷薬なんですけれども、海流とめちゃくちゃ相性のいいカードで、 HP20 回復させることで、フリーザー EX の吹雪を2回耐えることができます。フリーザー EX の吹雪80ダメージなんですけど、傷薬を入れておくことで、吹雪2回で吹雪2回打たれても倒されないという、まあ、実質的に海流の HP を20増やしてくれるカードですので、まあ、2枚入れた方がいいんじゃないかなと思います。続いてスピーダーですね。まあ、バトルでもお見せしたんですけど、結構スピーダー使う機会多いです。一番最初にバトル場に出してしまったミニ流を、スピーダー使って引いたり、まあ、スリープだったりガルーダだったりに逃げ値が2と3ということで、ちょっとね、逃げ値の数が多くて逃げるのが大変なんですけど、それをスピーダーで補うというところで、まあ、スピーダーも2枚確定なんじゃないかなと思いますね。続いて、まあ、モンスターボール、これも2枚確定ですね。序盤にミニ竜引けないときついので、序盤にミニ竜を引くために、まあ、モンスターボール2枚確定でしょう。まあ、博士の研究も同じ理由ですし、まあ、今の環境で博士の研究に抜く理由ありませんので、博士の研究も2枚確定かなと思います。まあ、他にもね、夏目入れたかったりとか入れたいカードが多いんですけど、まあ、見てもらったら分かる通り抜くカードがないんですよね。逆に
抜くカードがないので、まあ、このデッキには夏目入ってませんね。まあ、入れ替え候補あるとしたら傷薬かなと思います。まあ、傷薬を夏目に変えると、まあ、少しだけリザードンデッキに強く出れるようになるかなという感じですかね。まあ、ここら辺はリザードンデッキがどれだけ流行ってるかによって変わるかなと思います。ということで、本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。まあ、初心者にも割と作りやすいデッキだと思いますね。レアカード6枚、まあ、ガルーラとスリーパーと海流ということで EX のポケモン1枚も入ってませんので割と初心者さんでも作りやすいデッキかなと思います。まあ、スリーパーはミュウツーから出てくるパックじゃなかった、スリーパーはピカチュウパック、ガルーラはリザードンパック、マジか、海流はミュウツーパックということでパックばらけてますね。パックばらけてるので、まあ、ちょっとこれ入手大変かもしれないですね。まあ、ただね、海流デッキ、まあ、ぶっちゃけこの構築が一番今のところ強いと思ってますので、ぜひね、作ってみてください。まあ、このガルーラの枠をカビゴンとかに変えるのはありだったり、ラッキーに変えるのはありだったりするんですけど、まあ、個人的には、まあ、ガルーラというか、まあ、あくまで代用カードですね。まあ、ガルーラ使うかカビゴン使うかで結構ね、デッキパワー変わってくるので、ぜひね、この構築皆さん使ってもらえたらなと思います。ということで本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。他にもポケポケで強いデッキ、面白いデッキたくさん紹介しておりますので、ぜひぜひチャンネルに遊びに来てください。また高評価とチャンネル登録もお待ちしております。それでは本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。